私が教師を辞めて、それから TikTok、YouTube で情報発信を始めてから、だいたい1年ちょっとが経つんですけど、よく聞かれる質問っていうのはね、なんとなくもうパターン化してきてるんですよね。なので今回は、そのよく聞かれる質問ベスト5ということでお答えしていきたいと思います。で、みんなね、先生に、本当はこれどうなのって聞きたいけどなかなか聞けないみたいな、なんかそういう真相を知りたいみたいな気持ちあると思うんですよね。なので今回はそのよく聞かれる質問にお答えすることで、みんなのね疑問に答える、真相を暴露していくというような形でやっていきたいと思います。ということで、まあ普通は5位から言うんですけど、今回ね1位から言ってきます。もう1位ね、よく聞かれる質問ベスト1はもうこれです。なんで辞めたんですか。もうこれはね、まあ私元教師だから、ね、教師辞めたってなんでみたいな。これは一番よく聞かれるんですね。なので、まあこれはまあちょっと個人的な話なんで、もう最初に言っちゃおうかなと思って、今回これ1位から言うことにしました。で、これね、実は前に動画にしてるんですよ。なので、前の動画をね、見ていただけるとわかるかなと思いますが、まあ簡単に言うとですね、まあ一番は音楽の仕事をやりたかったっていうことですね。はい。そのために、教員を辞めましたと。はい。これが一番聞かれる質問です。そして2番目によく聞かれる質問は、先生って生徒のことを好きになりますかっていう質問です。はい。1位は杉山への個人的な質問だったんですけど、先生としての質問っていうのは、まあ一番多いのは実質これですね。思春期の頃って、先生のことを好きになっちゃう生徒ってとっても多いんです。はい。ただもちろんこれね、法的にも道徳的にも中高生とかと、先生が付き合うとかね、恋愛をするっていうのはダメですよね。なので先生は基本的には生徒のことは好きにならないので、まあ生徒の皆さんからそういう質問が来たら、まあ基本的には好きにならないですよと。なのでできれば諦めてくださいよっていうことをお勧めしています。でこれね、先生と生徒ってね、上下関係があるじゃないですか。もう絶対的な上下関係がありますよね。で、信頼関係がありますよね。まあ信頼してない人もいるかもしれないですけど、基本的には上下関係、信頼関係がありますよね、先生と生徒って。で先生と話すとなんかドキドキしますよね。でこの関係、このドキドキを恋愛感情と錯覚してしまうということがよくあるんです。これね、実は心理学的には吊り橋効果っていうんですね。吊り橋を渡っている時ってドキドキするじゃないですか。これね、女の人と男の人がこう一緒に吊り橋を渡っている時にドキドキしちゃって、それがなんか恋愛と錯覚しちゃうっていうことがよくあるらしいんですよ。そんなことあるって思うかもしれないんですけど、実際よくあるんですよね。本当によくあることなので、だからこそこの質問が一番多いんだと思います。で、ということで、2番目に多い質問は、先生って生徒のこと好きになりますかっていう質問でした。そして第3位は、〇〇したら迷惑ですかっていう質問。これもめちゃくちゃ多いです。先生に〇〇したら迷惑ですか？例えば、先生に質問に行くのは迷惑ですか？相談するのは迷惑ですか？手紙を書くのは迷惑ですか？プレゼントあげちゃいけないんですか？先生ってなんか、まあ、いつもね、バタバタ忙しそうにしてますよね。だからなんか、子供からしたら、こういうことしたら先生に迷惑なんじゃないか、嫌われちゃうんじゃないかって心配になっちゃってるってことなんですよね。これは、先生方も大人たちもみんな理解しておいた方がいいです。子供たちはやっぱ心配なんですよね。嫌われてないかって、迷惑かけてないかな自分がって。特に自己肯定感が低い子たちですよね。自分に自信がない子たちって、なんかすることでこの大好きな先生に嫌われたら嫌だな、嫌われたくないな、先生に好かれたいなって思ってる子たちが多いんですね。なので、大人の皆さんはね、子供たちがちょっと自信がなくて、そういう心配をしながら大人たちに接してるんだよっていうことはちょっと理解してあげてほしいなって思います。そして第4位は、〇〇ってバレてますかっていう質問です。例えばズル休みってバレてますか、ズル休みしたら先生にあこれズル休みだってバレるんですかとか、宿題で答えを写しながらやったらバレますかとか、授業中になんか教科書でこうやって隠して別の作業をしてるのってバレますかっていう質問ね。まあこういう質問もめちゃくちゃ多いです。で、まあやっちゃいけないって分かっていつつもついついやっちゃうんでしょうね。で、もしバレたらどうしようっていう心配があると。ね、なんかやっぱり背徳感っていうかね、やっちゃいけないって分かってるからこそどうしようと、バレたらどうしようって心配になっちゃうっていうことなんですね。で、ちなみにこの質問に対する回答はですね、人によります。はい。もちろん、
隠すのが上手い人はもう完璧にね、もう完全犯罪みたいな感じで隠してやってる人はバレませんよ、そんなのは。ね、宿題だって、テストでね、全然点数取れない人が、宿題全部丸とかだと、それはバレますよ。でも、巧みにね、こう、数問間違えたりとかして、なんか答えもうまく間違えたりっていうのをやってれば、そんなんバレるわけないじゃないですか。先生超能力者じゃないんだ。ずる休みだって家までこうやって覗きに来るわけじゃないし、家に盗聴器ついてるわけじゃないんだからね。家でゲームやってようが何してようがバレません、それは。でもこれが例えばなんかいつもなんか変な理由で休んじゃうとかね、熱が1ヶ月に5回も出るとか、なんかそういうのだったらちょっと怪しいなと思われるかもしれないですけど、上手い人はバレませんし、下手な人はバレる、まあ人によるよっていうことですね。そして第5位は、これは大人からしたら意外なんですけど、〇〇の時何やってるんですかっていう質問。例えば、修学旅行の夜何してるんですかとか、先生って出張って何してるんですか、職員会議って何話してるんですかとか、先生の授業がない時間って何してるんですかっていうところですね。まあ生徒から見えないですからね、この辺って。だからまあ気になるんでしょうね。自分が見えないからこそ、ね、何してるんだろう先生はって。まあ確かにそう言われてみれば、自分が子供の頃もなんか気になってたかもしれないなって思いました。でも大人になるとこういう素朴な疑問って抱かなくなるんですよね。ちなみに私は TikTok で修学旅行の夜生徒が寝た後先生たちがこっそりやっていることっていうタイトルの動画を出したんですね。そうしたらそれが今560万回再生されてるんですよ。すごくないですか？560万回ですよ。で、まあそんだけだから生徒が気になってるってことですね。で、あ、すごいなと思ってたらですね、その動画が勝手にダウンロードされて YouTube に無断転載されてるんですね。今もされてるんですけど、その動画この前見たら290万回再生されてました。このチャンネルより全然再生されてるじゃないかよっていう話ですよね。いい加減にしろってまあでもそれだけ生徒が気になってるっていうことでね、はい、私の動画は無断転載しても、チャンネルが伸びると、その人何万人か言ってたのでね、もうびっくりしました私も。はい、その収益こっちに分けてくれって感じですね。はい、ということで今回は元教師の私がよく聞かれる質問ベスト5ということでお送りしました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。